2010年の全国都市緑化なら、フェアの様子全国都市緑化フェアは、日本の地方博覧会の一つで、花と緑の祭典である。1983年、建設省の提唱で、都市緑化基金が主催する、第1回全国都市緑化フェアが、大阪府で開催された。公式見解によれば目的は、都市緑化意識の向上、都市緑化に関する知識の普及等を図り、 緑豊かな潤いのある都市づくりに寄与することである。その中で全国都市緑化祭は最大の行事であり、現在は式典にはマコ内心王が出席する。主催は公益財団法人都市緑化機構と開催地の地方公共団体である。開催地の自治体名称は開催当時のものである。なお2016年は開催なしという異例状態となった。 これにより2017年は2度開催。公益財団法人都市緑化機構は2011年4月1日、財団法人都市緑化技術開発機構と財団法人都市緑化基金が合併して成立した。2010年度までは全国都市緑化フェアを主催していたのは財団法人都市緑化基金である。2013年4月1日をもって公益財団法人に移行した。 2011年度の専務理事の小川洋一は国交省出身である。2010年度まで理事長であった百武信重は宮内庁出身である。のみならず、都市緑化基金は平成21年の時点で専務理事常務理事については、いわゆる天下りが5代以上続いている。2010年6月に札幌市で行われた事業仕分けで、 全国都市緑化フェアの負担金の是非が検討され、廃止を含む見直しと評価された。主な批判は、札幌市では、毎年同フェア内の自治体出展下段に出展しているが、参加する業者は開催地から選定されること、その額は過去10年間一律であること、さらに都市緑化基金に国土交通省の OB が甘下りしていることなどである。 2011年4月1日時点で、気候理事の大塚森康が、社長の株式会社ヘッツは少なくとも2009年に行われた第26回大会の計画等を受注した。ありがとうございます。